文後塚は、長戸国の調布にあったとされる首塚である。1569年10月の大内照弘の乱で敗北した大内照弘らの首塚とされる。その名は、奥に、巡るご皇帝記の地図に見られる。明治時代まで文後塚松という名前で日本の巨大な松があったというが、場所は定かではない。傍聴計略により、大内義長を滅ぼして、 大内氏給料を取得した毛利元成は、大内氏がかつて支配していた貿易都市博多の権益を狙って、大友総林と対立。1569年には博多に近い立花山次郎をめぐって、毛利軍は九州に進出していた。文護国を拠点とする大友氏のもとには、大内氏の一族である大内太郎左衛門照広が確証としていたが、 大友家臣吉岡長蔵の策により、毛利軍の後方を拡乱するため、同年10月に大友水軍の手により巣王国愛をへと渡った。大内照弘勢は、一時は山口市外を占領して、旧大内家臣も続々と集まったが、高根城の攻略が難航、その間に吉川元春、福原貞田の率いる毛利軍に一万が迫った。 戦力の差は明らかだったので、テルヒロは逃亡を図るが、大友水軍はすでに撤退していた。一説には、水軍を率いる若林静沖は、テルヒロが山口での家臣に領地を与えたのを見て、大内テルヒロを見捨てたとも言われる。テルヒロは船を探して、深いまで進んだが追い詰められ、仕方なく茶臼山にこもり、交戦の末に自害した。テルヒロらの首は、 毛利元成が本陣としていた調布で首実験が行われ、その後264の死球は調布の海岸に埋められた。ありがとうございます。